はい、どうぞ。はい、いえ、取る。いえ、取る。ということで、今日も家案件、家の案件ということで、なんかね、ご飯に合うおかずとかお茶漬けとかそういったものをなんか6種類ぐらいセットで販売しているところから、はい、はい、案件もらえまして、じゃあこんな感じのラインナップ、こんな感じ、こんな感じ、カマ、サバ、赤作り、ブリカマやってんやつですね、はい、はい、これに合わせて今日はね、一応午後お米炊きました。はい、はい、でもタカ子はもうケンタッキーを食ったと。そう。お昼ご飯にケンタッキーを食ったから、そう、今日はいらないかなって感じ、うん、まあでもうまそうなのがあったら一口とかなんかつまんでよ、はい、なんか食べたいのあったらね、あったら、あったらで、とりあえずそしたら食べてくるのあたって、湯煎がね必要なのが2種類あるんですよね、これブリカマとこれうま煮、これ2種類ちょっと湯煎必要なんで、で一旦とりあえず湯煎していきます。はい、釜から行くべ、はい、はい、よんでだ、これ湯煎してる間に他のね、なんかしなくてもいいの食べていこうかなと思うんだけど、まあ食べないにしてもどれからがいいと思う？漬け飯、海鮮茶漬け、ぶりかけ、赤作り。やっぱぶりかけ赤作りからじゃない？でもここら辺から、うん、お茶漬けにしちゃうとね、つまみ系のせるやつじゃなくて、うん、ちょっとご飯用意してくるわ。そうね、1回よし、ご飯持ってきたよ。部活飯サイズよ、もう漫画飯サイズ。とりあえずじゃあ赤作り出していきます。あー、なんか塩辛だね、ほぼほぼ。じゃあひとまずこの赤作りから。はい、こんな感じよ、赤作り。うまそうよね、うん、柚子っぽい匂いするかも。うん、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 おいしい。やべ、めっちゃ腹減ったからうまい。うまっ。朝一ご飯だしね。朝一ご飯、うまっ。案外ね、あんましょっぱくないし、あ、そうなの、まあ、柚子の香りが強いかな、うんうんうん、ご飯もいいけど、お酒の方は結構合う気もする。う、うんうん、米固く炊けすぎた。ちなみに今回2セットいただいてるから、タカ子も食うかもと思って2セット頼んでるから、とりあえず今日はこれだから、焼酎ハイボールレモン。あ、昼に飲む 7% は効くね。あ、 7% か、 7% は効くわ。うわ、じゃあさすがにそろそろこのブリカマいきます。ブリかけか、ブリのふりかけってことだと思うけど、うん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 、ふりかけこんな感じだね。うんうんうん、うん、半生かつお節ぐらいの感想。うんうんうん、おいしい。うまっ、うん、うまっ、あ、うまっ、うまい。確かにこっちの方がさっきの赤作りに比べるとご飯のお供って感じ。うんうんうん、うん、もうなくなる。早い。あ、お米がね、お米も進んじゃった、ね、赤作りも、うん、匂いがいいもん。そっちまで行く、うん、ぶりかけすごい、うん、食べてて香りが強い、確かに、うんうんうん、ちょっとあの、次行く前に米なくなったから取ってきていい？はい、ちょっとお米、さすがに5合あればいけるか。なんかさ、最初のこの勢い見ると足りんのかなって気になっちゃうよね。確かに、うん、ちょっとやばそう、うん、とりあえずそろそろ多分これ釜、うんうん、天然ぶり釜に、うんうん、あっつあっつ、トング持ってくればよかった。あっついよこれ、いいね、釜だからすげえでかいよね、やっぱ。うわ、これおかずやん。これ先につゆ出して、あ、大丈夫、あ、大丈夫だ。これぶりかまにね、色がパッと見ると生姜とでも昆布も入ってるよね、うん、だしっぽいのかもしれない。ちょっとその間にサバも温めていきますか。かまって食い方結構むずいよね。油めっちゃ乗ってるところ、油すごい、ドゥルンドゥルンになってる。これやばくない？うそうまそうだよね、うん、うまっ、 うまっ。うん、うん、あ、そのタレがついたご飯が美味しそうだよね。うん、タレもさ、あんま詰めてないからしょっぱすぎないし、うん、うまい。煮物が好きな俺にはもう大ヒットだねこれ。あ、うん、食べる一口。あ、じゃあちょっと食べる。
うまくない？これうまくない？めっちゃおいしい。うまいよね、うん、この絶妙な濃さ、うん、甘めもし、甘みの、そう甘め？甘め、うん、ちょっと甘めの味付け、甘じょっぱいの大正義のやつ、そう、大正義のやつ美味しいこれ。やっぱしかもさ、カマだけどさ、全然臭みないよね、うん、もうちょっとなんか生臭いかなと思ったけど、海沿いの旅先で食べる美味しいやつよ、うん、この店当たりだねっていうやつのブリカマに、うんうん、うまっ。だし用の昆布ですら飯食えるもんちょっとこの辺りでさ、ちょっとお茶漬けちゃっていい？はい、これ海鮮茶漬けね、うん、これはもうぶっかけるだけ。え、温めなくていいの？いいらしい。ちょっと、そうそう、このまんま解凍するだけって書いてあった。あ、へー、茶漬けと漬け両方ともこの付属のわさび使ってってことだったから、半分ずついっちゃいますか。量結構あるよね、うん、しっかりめのやつだと結構辛いわさびだったらやばいと思うんだけど、まあでもね、好きだしね、わさび好きだから。これ結構辛いやつにするんだけど、結構わさび、うん、ちょっと痛いやつかもしれない。最初お魚だけ一緒に、いやいや、かき込みますよ。あ、かき込みますか。茶漬けですから。バフっていうのやめて、それは怖いんだけど、うん、いただきますちょっと飛んできたよあのね、この一袋半分ずつではないな。でしょ、うん、うん、そうだろうね。あれだね、冷凍でもこんな香り残るんだね。いや、美味しいわさびってことだね。美味しいわさびなんだけどそのお茶漬けの方にもさ、うんうんうん、一緒にお魚入ってるから、うん、その汁にも出汁染みてるし、うんうんうん、美味しいんだけどミスだねこのわさび自体もうまいから、うんうん、普通にこのわさびと醤油だけかけてご飯食っても、うん、鰹節とか乗せて全然それでも合いなぐらいちゃんとしたわさび、わさび鰹節乗せてみたいな、絶対うまいよね、うん、ちょっと入れてもいいんじゃない。あ、いいんじゃない、うん、この汁やっぱなんかこの商品さ、全体的にあのご飯の付け合わせにしては、うん、人によってはちょっと優しめ、うんうんうん、だと思うから、こういうタレとかと一緒にかけて食ってもうまいと思うんだよね、うんうん、美味しい、うん、うまっ、うまかった。じゃあとりあえず今2杯目で、品数やったら4品食べ終わったんで、最後おかわりしてこのサバの旨煮と海鮮漬け飯、うん、ちょっと食っていこう。もうラスト1杯になっちゃうかな、多分ラストかな、うん、もう午後なくなった、ちょうどこれでいや、なんだかんだ米食ってんね進んじゃうでしょ、進んじゃう、どうして も、うん、でも最後ちょっとこれ楽しみでしょうがなかったんだよね。サバの旨煮と漬け丼、うんうん、味噌系だね。味噌なの、まあ多分味噌だけど、うん、味噌だけじゃないんだろうね、旨煮って名前だから。うわっうまそう。ちょっとね、白ご飯でも楽しみたいから、うん、この漬け飯にする前に、うんうん、先にね、ちょっとこれサバだけで背からいっちゃっていい？そうだね、うん、背の方からが、はい、なんうまくないわけないですわちょっと、ちょうまい、ナンバーワン、うん、うまっ、うん、うまっ、うまい、大好きなサバ、うまい、味噌系、味噌っぽいね、うん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 、あとは多分醤油とかみりんも入ってて、うんうんうん、まあ、本当にうまにって感じかな。もう逆転劇はないでしょこれもうもう個人的なね、好きなもので言ったらこれが1位だと思うんだよね、もう、うん、うまっ。最近あんまさ、うん、やってないけど、この前の前の家ぐらいの時にはさ、うん、結構サバ缶買ってきてなんか用意してくれてたよね。あー、うんうん、大根と煮たりね。あー、そう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 、この家に引っ越してしてないね。してない。俺もなんか勝手によく買ってきたよね、味噌煮缶とか、うん、あとあれだよ、痛風が出た時にサバを増やした気がする。増やしたいいとされているものを増やして、うん、それでサバも必然的に増えた気がする。これ食べる？じゃあ、腹じゃなくて、あの背のところの方で、油少なめのところで、そうそうそう、はい、
うん、おいしい。おいしいよね、うん、てか冷凍でもさ、こんなパサパサにならないんだね。ね、うん、味しっかりめだね。味結構しっかりついてる、うん、しょっぱくはないけど、うんうん、しっかりって感じ。しっかりって感じだね。うん、ラストいってみますか、この海鮮漬け飯。締めで、締めでね。よっ、うまそう。うまそう、これうまそう。え、待って、ちょっとサバを超える可能性を秘めてる。破壊力はすごいよね、見た目でね。ちょ、わさび乗せたの見てよ。適量のわさびが乗った。適量のわさびめっちゃうまそうじゃないこれ。そのまま食べてみようか一回、さすがに。うんうん、うまっ。漬けって感じ。漬けは漬けなんだけど、うん、やっぱそんなしょっぱくないし、うん、お茶漬けに近いような味付けになってるかもしれない、うん、じゃあちょっとこれ書き込んじゃうね。はい、うん、これもゆずっぽいの入ってるわ。うん、あのこうやってガガってやるとふわっとふわっと香ってくる、うんうん、ぜひ丁寧にこう吸うじゃなくてガガガッってやってほしい。香りがね、ふわふわふわって、そう、鼻に抜けんのよ。あ、うまいわ。あ、またこのわさびがいいわ。適量の、うんうん、適量のわさびがいい。うん、なかった。惜しかった。なかった。ごちそうさまです。ということで、今日はご飯のお供、あとは茶漬け、漬け丼、うん、6種類か、うん、食べてきたけど、やっぱりでもサバが一番かな、個人的には。好みとしてはね、うんうん、もちろんぶりかけとか、あと赤作りとか、まあ完全なそういう海産加工食品もあるけど、漬け丼とか、うん、生魚にも近いやつとか、そのまま魚に入ってるサバとかも、うん、全然冷凍だけどふっくらしてるし、油感もあるし、うまいね。今回はね、案件なので、まあ、ちょっと気になった方はね、概要欄の方から販売ページ飛んでもらって、気になったらね、買ってみてください。ブリカマ美味しかった。ブリカマうまかった。ブリカマ美味しかった。じゃあ明日か明後日食べよう。うん、お夕飯で。そう、もう解凍しちゃったからさ。あ、そっかそっか、もう全部解凍してんのしてるから、早めにちょっと食べないと。じゃあ明日、明日、明日いただきます。はい。